オミクロン株による第6波が懸念される中迎える年末年始。年始の行事である初詣はコロナ禍に合わせ参拝をする側と受け入れる側ともに変化しているようです。静岡浅間神社では今日毎年恒例となっている常葉大学造形学部の学生10人が制作した大絵馬が設置され新年を迎える準備が進んでいます。この神社にはコロナ前の正月三が日には初詣の参拝客がおよそ50万人訪れていました。一方、コロナ禍となった今年の三が日は高齢者を中心に分散参拝が浸透したこともありおよそ18万人に減りました。こちらの神社の事業所では今月から縁起物を授与しています。静岡浅間神社では浜屋などの縁起物の授与を1ヶ月前倒しするなど今年も新型コロナウイルスの感染対策を継続しできるだけ密の状況を作らないようにしています。今年のお正月もそうだったんですけれども来年も同じようにですねやはりコロナ禍ということで甘酒の提供とかは控える。あと露店に関しても、そのコロナ以前のようにはやらない予定ですね。神社の働きかけにより初詣については参拝客の動きや意識が少しずつ変化しています。考えている人たちは別日に知り合いとかだとなんか年に1月5日になんか行こうかなとか言ってる人も多いし、こうした参拝客の動きをオミクロン株による第6波を懸念する神社側は歓迎しています。安全安心に、新しい新年を祝ってもらいたい祈ってもらいたいというのはありますので、それぞれがマスク着用等のですねコロナ対策をした上で、落ち着いて、期間を取ってお参りに来ていただければと思います。静岡浅間神社ではご祈祷などは郵送でも受け付けていて初詣については2月まではご利益は変わらないということです。